それにしても建物は立派だけど全然人がいないな。客どころかフロントにも人がいないなんてどういうことだ。あ、そこの人たち、君たち今日ここに泊まるお客さん、僕このホテルに併設されてる風鈴カフェで働いてるんだ。よかったらこれどうぞ。スイーツ試食会？そうそう、カフェで販売する新作スイーツの試食会を開くんだよ。参加費はもちろんいらない。ドリンクもサービス。料理も作ってビラ配りも自分でやってるのか？いいところに気づいてくれた。そうなんだよ、聞いてくれる？人が足りないどころかいないって言っていい。だって僕しかいないんだよ。このホテルのオーナーは本当にひどくてさ、今は僕一人でカフェを切り盛りしてるんだ。ありえねえ、そのオーナーマジひでえな。あさって夏祭りがあるから、その翌日にしようかなって。ちょっと先だけど味は保証するから楽しみにしてて。いっけね、そろそろ戻らなきゃ。ああ、フロントはそこだから。じゃ試食会絶対来てね。